各米氏とは、新潟県新潟市南区を発祥とする郷土芸能。越後氏もしくは、神原寺氏とも呼ばれる。各米寺氏、江戸職人歌合わせ、石原正明著児童が中心として演じる獅子舞の大道芸である。獅子舞は7歳以上、14、5歳以下の児童が、島模様のモンペとあの鉢の左右から後方に垂れて、首を覆うもののついた小さい獅子頭を頭上に、 いただいた格好で演じる。獅子頭の毛には鳥の羽が用いられ、兄は紅染めの木の中央にクロージュスがあしらわれている。人員構成は、かつては獅子舞4人、笛吹き1人、太鼓1人の計6名であったが、後に獅子舞2人、笛吹き剣太鼓の3人が笛9名となった。このうち笛吹き、または太鼓内を親方と呼ぶ。親方は曲名を言い、 掛け声上司を取り、獅子舞は、その指示に従って、芸を演じる。その演目には、曲数が多く、諸行のお飯をこうむって定前に思考して演じるときは、気味、姫気味の行為を片付けなくし、その獅子舞は、人数が多く、獅子頭から衣装に至るまで美を装う風であったという。越後獅子が江戸に来たのは、法暦五年のことで、 諸行へ召し出されて、獅子館を演じた親方が各米であったから各米の獅子、各米獅子となったとも言う。品濃川中流部の中野口川沿岸の農民、各米が毎年の協作や飢饉から村人を救うため、獅子舞を草案した。江戸後期の風俗百科辞典紀有商欄には、越後獅子を江戸にては、各米獅子という。越後にては、 カンバラ軍よりイズルによりカンバラ自シというとぞ、各米自シは、おそらくは、カンバラ自シの誤りなら、無とある。江戸府内絵本風俗往来には、二代目、歌川広重が、千修ゲルと合した頃の逸話として、千修ゲルの絵の一度出版をあるや、非常なる好評絵しかば、死の広重はその名を、千修ゲルに譲りて二代目広重と改めしめたり、押村区は、 その錦絵今は耐えて見しことなく、ゆえにその曲名を記すことのうは、ざるなりと嘆く様子が記されている。親方が、どのような曲目を向上するのか不明であったので、越後寺市の錦絵山頂物を出すのに、曲名で容易ではない苦労をしたという。1892年6月、各米志士の溜まり場は、東京小石川柳町で、親方は23人であった。 娯楽業者の軍によると、洪水に悩まされた月形村の者が包みを作る費用を得るために、子供に越後の獅子踊りをさせて、旅稼ぎをさせたのが始まりで、江戸時代には越後から親方が連れて各地を訪れていたが、大正時代の東京では、東京に定住した新潟出身者が行っていたという、月形祭りでの上演大道芸としては、明治時代に衰退してゆく。 さらに義務教育の定着などの社会の意識の変化により、児童に対して親方と呼ばれる大人が無知を用いた体罰で芸を仕込むことや学校にも通わせないことに対する嫌悪感が生まれ、次第に寄避の対象となっていった。明治中期の東京では、小石川柳町が各米志士の住みかで、2から3人の親方が貧しい家の子を4から5歳のうちに4から5円で買い取り、 体を柔らかくするために巣を飲ませたり、梱包や奮闘を使って稽古をさせるなどしており、その扱いが残酷であるとして、警視庁から新たな子供を加えてはいけないという禁止令が出され、次第に、明治末期の1910年にロンドンで開かれた日英博覧会には、日本を代表する大道芸として、他の芸人らと共に2名の各米志士が参加した。そして、昭和8年の 児童虐待防止法によって、児童を使った、金銭目的の大道芸そのものが禁止となり、大道芸という形態としては姿を消すこととなった。そのためこのまま芸を消滅させるのは、惜しいと考えた、地元有力者の一人で、新潟電鉄の設立者、奥山亀蔵や芸能関係者らによって、数年後にお座敷芸として復活した。 しかし本来の児童によるものではなく大人の芸妓が演じるものとしてであった。他の地域の者たちから月型イコール、獅子イコール、人会という素知りを受けることが多かった地元の村人たちにとってはこの芸能は恥であり、郷土芸能としての保存に積極的ではなかった。そのため多くの道具や衣装といった資料はこの時期に廃棄されている。その後、昭和三十年代に入ってから、 郷土芸能として復活させようとする機運が少しずつ起こるようになり、現在では地元の夏祭り、月型祭り等で地元中学生らによって演じられている。2013年4月15日に新潟市の無形民族文化財に指定された。歌謡曲越後寺市は歌謡曲にもなっており、美空ひばりその他が歌った。越後寺市の歌は美空ひばりが エチゴジの少年を演じて主演した小竹映画トンボ帰り道中の挿入歌としてヒットし映画と歌が好評であったことから再び彼女がエチゴジの少年を演じる映画クラマテング各米志士と挿入歌、各米志士の歌が1951年に発表された西洋音楽プッチーニが蝶々夫人でこの曲の旋律を使用しているまたロシアの作曲家 セルゲイ・プロコフィエフは大正7年の日本滞在中に覚えた一語寺詞の旋律を彼の代表作の一つであるピアノ競争曲第3番の最終楽章に転用したと言われる。ありがとうございます。